レースのプリンセス、チジル、モモハ、チシカ、オチコーン。ということで今日は何をするんですか。皆さん3月ですね。はい、はい、次のシーズンです。おーおめでとうございます。視聴者の方でね、たくさん、うん、卒業式を迎える人も多いのかなというふうに思うんですけれども、これ入れるね、今回楽曲を使ったおをやっていきたいと思います。かぶらずに歌いきれ旅立ちの日に。おお、よく人気 YouTuber さんたちがね、あー、これだ、はい、これだ、それです。あかん、ギラギラを放出させるかもしれない。やんな、やばい、6時間コースかもしれない。怖い。で、ほんで今日2日用意やんの。昨日新年会がありまして、全員でございます。私とおうちに関しては朝7時まで行ってたので、はいはい、あのまだ2日酔いどころか酔ってます。酔いながら動画撮るのもあれかなって思ったんですけど、酔ってます。私あのしっかり寝ました。あの私3時間がなかったくせに、あの1時間ぐらいしか寝てないんです。なんでやねん。いや正直この企画、私まだ4次会のカラオケを持ってます。カラオケの6時間なんて一瞬ですわ。旅立ちの日にってやっぱハモリ曲というか、そうよ、掛け合いが、そう、掛け合いがあるメインの曲ですよね。ただ一曲一人ずつ歌い切ってもらうっていうのじゃ面白くないと。やってもないやん、まだ一回も。初めてのさ、初めての試みやのに、そんなまたハモリとか掛け合いとかさ言われてさ、だけどごめんなさい、かったね、しっかり寝なさい、ごめんなさい。旅だったりとか、そのハモリも込みで、言っちゃってさ、あれあれどうした、あれハモるってどんだけ 大変かわからないでしょ。いつにもなしてお人形さんみたいな顔してんだよね。いやもうさ、そうなのよ、飲みすぎて目がパンパンなのよ。なんでそんな開き直ってんの。びっくりした、朝起きた時びっくりした、あの目がもう伸びたくになって綺麗出すぎやね。早くやっていこう、これ6時間コースの可能性あるやろ。はい、サビ2人のとこは言ってよ。サビがハモリになってくるので、はい、2人むく、はい、2人むく、その2人の中で掛け合い、掛け合いを、はい、えぐい、はい、掛け合い、今みたいな感じだもんね。そういうこと、うん、最後のサビはみんなで、最後のサビは4人で全員で、はい、でも掛け合いすると、はい、はい、はい、わかりました。難しいよね、はい、それでは早速歌っていきましょう、はい、せーの、うん、あー、Let's go ゼロプリー。じゃあいきます。はい、はい、お願いします。はい、一発目、あ、なんか泣きそうになってきた。なんで。卒業おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。皆さんに捧げます。ゼロプリの旅立ちの日にいろんなことがありましたよね。あ、すごい。この4ヶ月間私たちは頑張ってきました。なんで乗れんの。なんでなんでなんで乗れんの。聞いてください、ゼロプリで旅立ちの日に。なんでちょっと余ってんのよ。ここいいよ。白いあんまってしゃばらないでくれ。あ、こいつ行くかもみたいな感覚あるやん。これな、他の YouTuber さんが言ってたけど、誰も行かへんよりいいっていう話、かぶる方がいいよねっていう、うん、この意欲はなくさんでいこう。はい、うん、はい、しろい。逆に誰も行かなくなるんじゃないかと思って見てた。なーで寝てた。で私だけ後頭部ずっと映ってたやつなんだけど。一応こっち向いた時に、あれ、おうちなんて出ないのっていう違和感に感じた。逆にここ歌わんかってどこ歌いたい。白い光の中に山並みは燃えて、遥かな空の果てまでも君は飛び立つ。うまい声になっていくかも、ね、なっていくかよね、うん、そういうゲームだよ。白い光の中にあんた2回連続で行ったらそれ定番化しちゃうやん。ちょっとは我慢して。楽しくなっちゃって。なんで歌いだって。白い光の中に言いたくなっちゃってもなんで言いたくなってんの。白い光の中に山並みは燃えて、遥かな空の果てまでも君は飛び立つ。限りなく愛
振り返ることもせず雪を誰か出てきてここは二人なの振り返ってるの私だけごめん後ろにいたそうかここ二人かそうです。おいおい今の流れ的にオチなら出てくんのはよ。うちもう出れねえんだからさ3人でつなげてこいよ白い光の中に山並みは燃えて遥かな空いやいやいや無理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 遥かなじゃなくて無理だろできなかったな一応ちょっと見て見ぬふりすればいけるかなと思ったんだけどごまかせると思ったんやけどな、ね、いやなちょっとごまかせるかな思ったんやけどな編集でずっとセシルの後ろ姿ああそうしたらよかったなんで乗れんねん十かける森を振り返ることもせず雪を翼に込めて希望の風に乗りこの広い大空に夢を託していや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 懐かしい友の声ふと蘇る意味がない意味がない待ってたどっちにしどっちにしよう待ってたよ待ってたこれほど振り返って悔しかったことないよねなあすごいいとこまで行きましたねでもいいとこまで行ったよいい感じノリを大切にはい、はい、このノリを大切に懐かしい友の声ふと蘇る うわー！やばい！迷ったーさっき3人でだから私控えちゃった、うん、心通った行こうとしてためちゃくちゃ希望見えるじゃん なんかいけそう、うん、6時間はかからん気がする、うん、いけるいけるだから言って24時間後もうそうふと蘇るもう蘇らなくなるわそこまで斜め上の突っ込みすぎてみんな過ぎたけれど思い出強く抱いて雪を翼にこれで私が出てたら定番化しちゃうかなと思って、うん、思ったよね絶対思ったよね思ったよね自分定番化しちゃうから出やんとこうと思ってそうそうでも出やんかった時怖いなと思っても言ってもって確かにそうなってくるともう序盤もだって大変せやねん一発目もめっちゃ綺麗にいったけどさ、うん、めちゃくちゃ怖かったな怖かった行きましょう懐かしい絶対大内は行くと思ったんだよななんとなくよみがえるあいつきひろしひろしおるここまでさ結構行ったやん今後のこと考えた今別れの時はめっちゃ怖いな思ってただんだんえほんまにそう振り向いてからもまたこの二人の掛け合いがまたあーやだここでまた絶望しなきゃいけないのやめてよおもちゃんはいもう一回ごったろ帰りたい一人感想ちげえな懐かしい友の声ふとよみがえる意味もないさあ恋に意味
ここあれやな、結構まだまだ未知の領域なんで、うん、結構今譲り合ってた気するけど、うん、今別れの時飛び立とう未来信じて弾む若い力信じてこの広い先般じゃない。私と一緒に歌ってんのよ。こんなだってうち自分のパートだったら無理だったもん。ここめっちゃむずい。めちゃめちゃ惜しかったね。惜しかったよ。今いけたかもしれない。ここまでいけたとして、うん、こっからがめっちゃ怖いのよ。今開始から50分経過しました。あどこ？行けそうじゃない？兆しは狂ってきたんじゃん。もう一度あと5時間ぐらい行っちゃうよ。思ってもらう。勇気を翼に込めて希望の風に乗りこの広い夜空に夢を託して今別れの時に。あ、そっか、私が行かなあかんのか、絶対そうだ、セシちゃん。あー、やらかし、セシル今二人で歌ってたんか。セシルちゃん、彼女は酔っ払っています。ここでまさかの酔っ払いが珍しいもん。しかも絶対低いパートいくもんな。うん、マジごめん。もう死んでた。今行った思ったよな。頑張ろう。ダメやで、一人で歌わしちゃって。はい。頑張ろう。できる。よし。ああ、何持ってる。酔っ払い何持ってる。出てる出てる。出してるよこれ。あ、やば。ほら自分は8時間も寝たらすっきりやわ。ゼロプリ。白い光の中に山並みは燃えて遥かな空の果てまでも君は飛び立つ限りなく青い空に心震わせ自由をかける鳥を振り返ることもせず勇気を翼に込めて希望の風に乗りこの広い大空に夢を託して懐かしい友の声ふと蘇る意味もないいさかいに泣いたあの時心通った嬉しさに翼に込めて希望の風に乗りこの広い大空に夢を託して
今別れの時飛び立とう未来信じて弾む若い力信じてこの広い空に今別れの時飛び立とう未来信じて弾む若い力信じてこの広いよろしくね。いいねも絶対押してて、コメントくれたら喜ぶよ。その他の SNS フォローもよろしく、よろしく、よろしく、よろしくね。チャンネル登録お願いします。